その時計好きだな。ねえ、ま、もともと壊れてるから心配ないけどさ。お前どうやって教授のところから逃げ出したんだ。俺が行った時はコウタ、いや、なんでもない。もうお前も先生もいなかったんだよあんまり心配させるもんじゃないぞ。